富山良忠氏は、和歌山県五房市出身のプロ野球選手。オリックスバファローズ所属。左投げ左打。小学1年生で、五房少年野球クラブで野球を始める。小学5年生から、公式野球に転校し、五房中学校時代まで、五房ボーイズ、ジュニアタイガースに所属。中学3年生時には、日中有効新前野球大会の日本、代表メンバーに選ばれた。 高校は、福岡県の九州、国際大学附属高等学校に進学。エースピッチャーとして、高2高3と夏の甲子園に2年連続出場を、果たした。第96回選手権大会は、初戦で、東海第4校に敗北。第97回選手権大会では、準々決勝で、清ーやヤ高太郎を要する早稲田実業に敗れたものの、ベスト8の戦績を残した。 プロ志望届を提出したが、2015年のドラフトでは、指名漏れに終わった。高校時代のチームメイトには、一学年上に、清水雄心と、古沢翔吾、同学年に山本武史白郎氏がいる。高校卒業後は、社会人野球のトヨタ自動車に進み、第43回日本選手権では、二回戦で5回に、3を2失点、準決勝で8回無失点。 13回に3合計18奪三振の内容でトヨタの優勝に貢献した。ドラフト上位候補と目されて迎えた3年目はプロを意識して調子を落とし、第89回都市対抗野球でも登板がなかったが、9月14日の阪神タイガースに軍とのプロアマ交流戦では5回3安打1、失点に抑えて評価を回復した。トヨタ自動車時代には、 チームメイトでプロ経験者の西山田氏からプロで活躍するために必要なピッチングについて大きく助言を受けたと語っている。2018年度ドラフト会議でオリックスバファローズから4位指名を受けた。契約金4500万円、年俸1000万円の条件で契約を結び、背番号は28となった。2019年9月26日の北海道。 日本ハムファイターズ戦でプロ初登板。2イニングを2奪三振を含む完全内容で抑えたが、ルーキーイヤーはこの1試合のみの登板に止まった。ウエスタンリーグでは14試合24イニングを投げ4勝2敗、防御率3.00の成績を残した。オフには西浦聡太、蘇優馬、佐野明大と共にオーストラリアンベースボールリーグのメルボル運営指図へ派遣された。 2020年は中島佐氏が監督代行に就任した8月末に一軍昇格。リリーフとして18試合に登板し、0勝2敗3ホールド、防御率4.42の成績を残した。ストレートは最速時速 147km、通常は時速 140km 台前半だが、テイクバックの小さいスリークォーターから投じるボールのキレで勝負する左腕。 変化球は、スライダーツーシーム、カーブフォークを有する。愛称は、トミー。実家は14人兄弟の大家族で、富山は6番目。姉3人、兄2人、弟8人がいる。ありがとうございます。